はい、どうも皆さんこんばんは。はい、皆さんこんばんは。はい、どうもこんばんは。もう映ってるみたいですね、これ。多分映ってます。多分映ってる。映ってるはず。はい、何何伊藤ちゃん、何何よ。いやいや、今日もう任すよ。仕切りから何から任すよ。そう、本日のね、この企画はですね、あの挨拶も早々になんですが、伊藤発案なんですよ。はい、伊藤がやりたいと。伊藤発なので、あのもうあの、ええ、何自己紹介の流れから何から全部任せます。よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、お願いします。じゃあ先に渋谷店の方から挨拶しましょうかね。はい、というわけで皆様こんばんは。リワインド渋谷店の伊藤です。リワインド渋谷店の荒牧です。イエーイ。イエーイ。はい、というわけで、リワインドの岡田です。よろしくお願いします。伊藤です。よろしくお願いします。イエーイ。お願いします。はい、というわけでですね、ちょカメラの位置俺低いから大丈夫かな。ね、実際にアパートこのぐらいになるんで。あ、そうだね。まあね、よくやってる。痛みない程度に前で調整していきましょう。はい、ということでですね、今回ですね、まあタイトルの通り、岩倉店 vs 渋谷店三本勝負と。はい、おお、仕掛けられたわけですね。仕掛けられた。伊藤トレーナーが勝負を仕掛けて、勝負を仕掛けてきた。目があったからな。しょうがない。やめてください。その例えだと俺大体やられるじゃないですか。しかも最後みんな来たら金奪われるから最後。負けた方がな。4600円のお小遣いをゲットした。お小遣いゲットする。言い方柔らかいけどね。怖い。今の言い方柔らかいが本当にあの本当にそうなったら本当にただ柔らかい言い方なだけだからね。ただ柔らかい、ただのカツアゲ、カツアゲやから。はい、はいはい、ということで三本勝負ですね。簡単にまず説明の方させていただきますと、はい、まあまあまあもう文字通り3個こう勝負を我々行っていきます。で、今回ですねもうチーム、まあ、2対2ですね、はい、なので、個人技でねじ伏せられるような、ものにはしておりません。ほう、はい、ほう、協力しないと、そう、もうなお店としてこうぶつかっていかないとね、勝てないとお店としてぶつかっていかないと選択肢がないタイミングで勝負仕掛けてきた。ほんまやな。岩倉の犬間に仕掛けてきたからね。ほんまや、逆に岩倉もミーも今おらんからな。犬間に犬間に。いや逆に配信したいって時、いやそういうレイ君いないんだって。そうやな。なのでね、まあ、今回ね、まあ、ちょっと余裕の日かつあのお試しでちょっと勝負をふっかけてみました。お試し勝負。お試し勝負。ちょっと勝負やってみちゃおうかなって、試しにやってみちゃおうかなっていう。1の1ぐらいの感じだよな。ウィスピングズぐらいの。そう。クリボー戦ぐらいで。クリボー、なるほど。でやっていくんですけど、で、対決企画っていうと、あの動画の方で、C3VS イオファクトリーでやってるんですけども、やりましたね。でまあ、それはあの岩倉の方で、あのみんないる状態でやってたじゃないですか、はい、で今回配信でちょっと遠隔っていうちょっと初の試みなので、ちょっとあの対戦内容とかはですねちょっと趣向を変えてお送りしようと思います、うん、なるほど。どういったことをするんでしょうか、はい、一体何をするんだ、はい、何で勝負を仕掛けられるんだ。怖いよ怖い。都会の洗礼を浴びちゃうよ。怖いよ。絵心だったら絶対に勝てない。はい、絵心は進んじゃうな。基本的にはあの全部、あのヨーヨー振るかあのもう頭を使うかだけです。ああ、なるほど。頭を使う。はい、で一応対決、ガチなんですけども、まああのこうジャッジの基準というかはまあちょっと。あのお祭り感であのゆるくいきます、はい、ヨーヨーマンシップってこと。ヨーヨーマンシップ、ヨーヨーマンシップ取った勝負をね。ヨーヨーマンシップ、ヨーヨーは楽しいものだ、ね、そうだな、はい、負けはちゃんと認めろよっていうだけでね、はい、なるほどね。そうですね、はい、で、まあ、あの勝負するからにはあの何でしょう、勝った方何がないといけないなと思いまして。ああ、なるほど。そうで勝った店舗に今回は木戸さんのどうしますかね、実印とかにしますかね。勝った店舗に店舗です。店舗単位で、じゃあそうですね、じゃあやっぱうちは木戸のお金で2軒目2軒目倉庫建てよう。もうそれは俺の家だよ。家兼倉庫を建てる、うん、なんでやねん。家兼と、あ、どちらかに家兼倉庫を建てる。どちらかに家兼倉庫、俺が建てるの。そうだって渋谷分かったら渋谷建てなきゃいけないじゃん。なんでやねん。そうだ、じゃあ渋谷だったら、うん、渋谷だったらあの屋内 あの練習会ができる程度の練習場ね。あ、建物を、あ、なるほどなるほど、渋谷区内に、渋谷区内に体育館をね。はい、いけるいける。うちの今の水の規模多分100倍ぐらい必要なんじゃない。
100倍でいけるかな100でいけるかな100でいけるかな練習会できる距離あるでしょ代々木体育館みたいなことを作るってことですよやっぱせめて3階建てぐらいにしてあのエリア区切んないといけないみたいな普通に都民から引っ張りだこの施設のやつそうやなちょっとあのお金の問題でになっちゃうんだったらあの木戸さんのスマホのパスワードを教えてもらうだとなんかちょっとなんかあれなんでいいよいいよあのパスワードパスワードを決めれる決めれる決めれるやばいないいいいんじゃないアップルの、アップルの、ね、サポートセンターは、ね、FBI にもさあのパスワード渡さないって有名なのにねでも木戸さんが自分で渡す分にはいいんでしょなんでやね違う違う俺が襲われないじゃん俺が使えなくなるじゃんまあ、いや、うん、みんなで共有するだけだから木戸さんも使っていいのよいやいや別に使っていい使え大丈夫大丈夫使っていいから使わせてあげる大丈夫大丈夫何も容赦じゃないよ何でも容赦じゃない大丈夫大丈夫岩倉さん帰ってきたら楽しいだろうな木戸の携帯のパスワードが今みんなであるんだよほらみんながそういうこと言うから木戸さん金持ちのイメージってついちゃってるから悪い噂だよこれ悪い癖だよいつかの岡田直人はこんな気持ちだったわけだ、まあながち間違ってないからななんでやねんしょうがないそういうこと言ったら心配せますでしょ似た所得似た所得あながちね、はい、という感じでね、うん、はい、うん、あのまあまあまああの勝った方はまあ多分後日何かしらねあの、うん、話しましょうじゃあ何かしよう分かりましたあの岩倉が帰ってきて決めてもらおう一番何もしないのにこの場においては一番フラットに決める絶対に俺やしかもあの人が商品という単語の次に俺のもの以外指したことないから船の上でパンプした岩倉怖っ、はいはいはい、さあそういうという感じでですね、勝負やっていくんですけども早速ですねもう勝負の方に移っていきたいと思います。よろしいですか、はい、もう準備の方はもうねもう我々ね配信前からアルチュンとねもうどうするってもう作戦会議をおりますのでずるくないずるくないだって勝負の内容も向こう決めてるからねそうですねそうもうあれですあのその勝負の内容ちょっと軽く現実的かぐらい変わってみてやっぱりこの人やったらもう練習になっちゃうからやめようっていう風にそこはちゃんとヨーヨーマスプリでいて超えると喧嘩になっちゃうからね多分おいみたいな感じになる武器になるからみたいなそいつズリーで戦後が出てくるさあということで、でですね、はい、一応あの僕らあのちょっと渋谷店の方はですねあの立ったり座ったりこんな感じでこのままなんですけど、うん、はい、岩倉店の方がですねあのヨーヨーを振るときはですねちょっと準備がいるかなあ、まあでも秒で、ますね、ああ秒で終わります秒でいけるから大丈夫でしょ、ね、秒ます、はい、でちなみになんですけど、うん、最初の企画ですね多分そのままで大丈夫なんですよ、ね、ああ、よかったはい、ああ、なるほど、はい、じゃあ、もう皆さん準備はいいですかね、あ、いいですよ、はい、もう始まったらもうあれですよ途中でもう泣きながらすいません勘弁してくださいなっていうの通用しないんです。お、いいね、伊藤ちゃん強み、強みに圧をかけて勝負かけてきたね覚えてろよガチで怖いやつしてそういうこと言うとまたあれになるから、まあ、そういうこと言うとあれになるから、うん、冗談です冗談です、うん、さあということでじゃあ早速いきましょうか。じゃあ第1回目の戦い、第1回戦といえばいいですかね、はい、1回戦、はいはいはい、さあ第1回戦はこれなんだで勝負してもらいたいと思いますもらいたいっていうか、まあ、僕ら一言一言だったなこれ これなんだあ、すいませんスーパーチャットいただきました、先スーパーチャットありがとうございます。あすなぎさん投げていいのか分かりませんが生放送初めて見た記念でポイント ありがとうございます。ありがとうございます。初めての生放送がこんなちょっと端っこみたいなあの 初の企画をいきなり生でね見ていただいてあのもうちょっとこうこなれたやつもやってるんでぜひあの今回そんなにグッと来なかったなっていう時は他のやつもグッと来た時も他のやつも見てください。よろしくお願いします。はい、あれですね。あのこれなんだヨーヨーアキネータークイズってことでいいですか。そういうことですね。はい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 。タイトルコールっぽくいきましょう。そうですね。そうですね。まあ、じゃあもう一回改めていきましょうか。はい。はい、じゃあ1本目の勝負。はい、これなんだヨーヨーアキネータークイズ。イエーイ。はいはい。ということでですね、あのショート動画の方であの僕たちも、やってました。はい。あのこれなんだって、まあ、アキネーター風クイズですね、はいはいはい、で、まず1本目は、対決していきたいと思います。あれやりたかったですね、
改めてちょっと簡単にですが説明します、はい、で、はい、ショートとは違ってですね、今回2人なので、うん、協力して回答します。まず出題側と回答側、お店で例えば、まあ、渋谷側がこれなんだって言って、岩倉側が質問をして、はい、で僕らははい、いいえとかで答えて最終的に当ててもらうみたいな感じで、はい、で1問ずつ交互にこう役割を交代しながらやっていきます。はい、で、うん、はい、で、ショートの時は結構質問再現なくいけたんですけど、今回ですね、はい、質問はですね計10回まで、で10回までそれぞれ、はい、交互に行っていきます。なるほど、なるほど、だから5問ずつ、はい、5個ずつの質問ってことね、計10、はい、うん、はい、あ、 OKOKOK、 はい、で協力ありではあるんですけど、お互い質問は相談せずに、あ、相談ダメなんだ。相談ダメだけど、最後回答の時は相談していい。そうです、そうです。回答の時は相談 OK です。はいはいはい。質問も、もう、あれですよ。二人の意思を。次何を、これを聞いたからこれを聞こうみたいなね。これ聞いたってことは次こう聞くべきだよねっていうのが分かるようにしろってこと。なるほどね。はい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 。任せとけよ、俺と気の中で。任せておけよ。怖え。怖えよ。はい。でですね、一応ですね、今回、各3問ずつで予定してます、はい、ちなみに1問でめちゃくちゃ沼った場合はもう1問ずつで終わる可能性もあります。なるほどね、はいはいはい、本日の配信ですね、そう、一応ですね、タイムリミット21時までには決着をつけるという、はいはい、OK です、はい、感じでいきますので、であとですね、出題範囲なんですけれども、基本的に取り扱いのある、はい、ヨーヨー本体で、ヨーヨー本体、もうだからヨーヨーですかって聞かなくていいのね、はい、そうです、絶対1問消費しちゃうんで、今回はヨーヨーで、ヨーヨーですね、 OK です、分かりました、はいはい、なるほど、でショートの時はもう画像で答えボンって出てるんですけども、今回はですね、はい、ちょっと発表までは映さずに、まあそりゃそうですね、じゃあ視聴者の皆さんも悩むっていう感じで、そう、そうです、なるほど、はい、なるほど、なるほど、いいでしょう、はい、ということでやっていきたいと思います。はい、じゃあどうしましょうかね、最初なんか岩倉先行かなと思ったんですけど、まあ僕の仕込みなんで、はい、最初どうします、出題側、これどっちでももう行っちゃいますか、じゃあこっちから出題してもらって、うん、一番最初やる、とりあえず、じゃあ攻めとく、答える側いきますね、うん、OK です、 OK です、答える側ってことはうちらが質問する側だよね、質問す、あ、うちら質問する側ね、うん、あ、そうだ、質問する、うん、質問する側、僕らが、僕らがこれなお題をこれでいくんですね、はい、はい、OK です、はい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 、それじゃあ、先行出題、東京渋谷店ヨーヨー準備してください。はい、そうです、はい、おごそか。ちょっとおごそか。いや、区切りはね、ちゃんとね、まあまあまあ、ちゃんとね、必要ですから、ね、あれがないから、シューみたいなのがないから、ね、そう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 、そういうこと、我々の技術じゃないから、俺もうズーム丸打ちなんで、多分そうやな、ズーム丸打ちだし、もうスーパーチャット、コマさん、今北さん、残業、賞金の足しにでも返す、ありがとうございます、ありがとうございます、残業中なのかな、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、視聴者の方は分かっても回答コメント NG ですよね、かっこ念のためってことなんですけど、あ、そうですね、だ途中でね、その答えを見て、うんうん、あーってこっちがなる可能性があるからってことだよね、そうです ね、まあ、カンニングになっちゃうからね、まあまあですね、まあ、っていうか単純にあれか、うちらがコメント見なきゃ なきゃいいんだ、まあまあ、ヨーヨーマンシップに乗っとってね、うん、コメントを、うん、回答側は見ない、うん、だから皆さんは予想を書いて OK です、書いて OK です、はい、うんうん、にしましょう、 OK、 OK、 ヨーヨーマンシップに乗っとって、あ、じゃあ、うん、あれか、出題側見ていいんですね、じゃ あもちろんもちろん、うん、ね、ちなみに、はい、質問をしながらホームページ開くのはなし、あー、いや、ありでいきましょう、もう、お、そこは OK、 分かりました、なるほど、おお、なるほど、了解です、うん、じゃあそんぐらい別にハンデね、あってもね、ハンデというか、まあ僕らもしますけど確かに、確かにハンデでは、ね、全然ハンデじゃないから、同じ武器持ってるだけ同じ刀持ってるだけ、俺らは見ないけどっていうトーンってことやろって思ったから、ね、そうそう、見るんかい、ハンデって言っちゃったからやべやべってじゃあ、はい、渋谷側、ヨーヨーの準備できましたか、はい、はい、はい、いろいろ準備できました。はい、わかりました。できました。できましたけど、ちょっとすいませんね。YouTube のウィンドウの方がちょっとバグっていうのちょっと調整してます。嘘だろ。大丈夫、大丈夫。OK。それでは、OK、で渋谷側の第1問、どっちからじゃあ質問します、はい、第1問。じゃあ、木戸さん、慣れてるから。じゃあまず、一回木戸さん、はい。じゃあ、まずこっちのこれなんだからで、いきましょうか。わかりました。はい。はい、じゃあ、ですね、せーので、いきましょう。せーの、これなーん。
こっちの声とさ、なんか合わなくてさ、ごめんごめんごめん。これね、そうなるよね。これなんだ。はい、では、はい、1問目、はい。はい。じゃあ早速軌道1つ目の質問いきます。はい。1A、3A、5A 向けのヨーヨーですか。はい。はい、なるほど、ストリングトリック向けヨーヨーということですね。はい。では次、はい、岡田さんお願いします。はい。それはマルチマテリアルですか。いいえ。おお、なるほど。じゃああれだな。おそらくプラかメタルなんだよな。うん。そのヨーヨーはアルミ合金製ですか。いいえ。おお、なるほど。うん。そのヨーヨーは、はい、バインド仕様が初期状態ですか。はい、はい、あ、うん、なるほどね。バインド仕様、はい、なるほど。これで4問、あと6問、あと6問、あと6問、はい、すごいな、うん、半分迫ると緊張感すごいな。ドキドキするなこれ。あと3問しか使えないってことなんだ、うん、じゃあ幅は 45.0 ミリ未満ですか。幅は 45.0 ミリ、あ、要確認ですね、これ。はい、どうぞどうぞ。もちろんもちろん、どうぞどうぞ。ちょっと確認しますね。確認、そうですね。あの、ムチネーターをやる気にガンガンな。お店の中に、お店の中にあるんですけど、はい、つい見ちゃう。あ、確かに見ちゃうからね。視線で、視線が大ヒント。確かに。でも逆にそれで揺さぶることができるかもしれない。あ、なるほど、なるほど。全然関係ないよ、見て。なるほどですね。うん。言った後はそれは意味ないな。ごめんなさい、もう一度数字いただいていいですか。はい、幅は 45.0 ミリ未満ですか。いいえ。いいえ、幅広いんだ。なるほどなるほど、はいはいはい。そのヨーヨーはフィンガースピン用のスポットがありますか。いいえ。いいえ。やばい、あと2問ずつしかいけない。じゃあそのヨーヨーの幅は 42.0 ミリ以上ですか。幅が 42.0 以上、一応ちょっとイフルマンシップにのっとってるんですけど、うん、もっと絞りに行くってことでいいですね。そうです、幅がさっき45ミリ未満だった、うん、今は、ね、あれ45ミリで未満ですかって言われて、いいえいいえって言ったから45ミリ以上で幅拾ってやったじゃんね。でも今 42.5 って言われたからさ、え、でも45より広いの決まってんの、なんで 42.5 出したの。本当じゃん、ね、なあ、本当じゃん、なんでなの。やば、なあ、やばごめんなさい。岡田和樹さん、戦うなら俺たちと戦って、深夜と戦わないで俺たちと戦って。指をちょっといいえなんだよな。で、うん、幅 42.0 以上ですか、それは当然ハイなんだよな。そりゃそうだよ。そりゃそうだよ。うわー、バカなことしたわ。まあでもしょうがない、言ってしまったもんは。はい、うん、いや全然いいですよ、はい、いいですよ、いいですよ。だからあの聞き直してもらって、それはさすがに大丈夫です、大丈夫です。じゃあ幅は48ミリ未満ですか。はい。じゃあ45から48なんだ。48以上のプラキシュ、そんなね、今1個ぐらいしか削れんかったよ、多分。いやでもこれ検索かけた時にすごい有力じゃないですか。フィンガースピンスポットなくて48ミリ未満のようでしょ。フィンガースピンスポットがなくてね。そう、48ミリから45ミリの間なわけですよ。待ってよ、俺もうねちょっと心当たりできてんのよ、お実は。なるほど、あ、じゃあ当てに行く感じだ。ちょっとだけ心当たりはあってですね。はい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 、はい、ちょっと待ってよ、それのね幅を覚えてないから、幅を見に行きたいんだよね。あ、自社サイトフル活用してる。こんなに、ね、便利なタイプですね。最近ですね、ブランド別のところに全てのブランドっていうコーナーができて、そこからねすごい絞りやすく、絞り込みやすくなってるんで、皆さんもよかったら使ってみてください。これ違うな、ちょっと待って。
だから今45から48でしょ、うん、はい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 。でフィンガースリーソフトなしでしょ。で、単一の素材でできているんだ、うん、ボディが。だからバイメタルとかじゃない、うんうん、し、あ、だからチートコードとかも違うっていうことなんですよね、うん、相談なしだから今こうやって喋ってるの本当はあんま良くないんじゃん。いや聞いてないふりしてます。ヨーヨーマンシップカスやな。あれさ、答えの絞り込みのはいい。だから何々だからこれを聞こうまでの相談はちょっと、あ、質問の選択肢を絞り込むものがあるのね、はい、はい、いきます。そのヨーヨーはラウンド形状ですか。部分的にそう。うわあ、そうなのか。くそー。ああ、なるほどね。まあ、そうだよね。これそうだよね。部分的にそうで。部分的にか。いや、俺もう、うん、もうこれしかないって今思ったのにな。違ったのか。いや、まあでも絞り込みには役に立ったんじゃないですかね。なるほど。部分的に。なるほど。じゃあもうこれかな。いいよ、木戸さんだ、次。最後、木戸さん。いや、あと、ちょっと待って、1、2、3、4、5、6、7、8、あ、最後だ。そうだ、木戸さん最後だね。いや、でも、あ、違う、これだ、多分。いや、分かった、多分。ちょっと待ってくださいね。待つよ。これで木戸が、どんな質問をするかで、もっと絞れるかが分かるから。分かった。じゃあ、いやもうこれしかないよな。多分俺もこれかなっていうのはあるんだけど、じゃあ質問します、はい、そのヨーヨーは、プラスチック製ですか。いいえね。アルミ合金でもなくプラスチックでもないのね。プラスチックでもない。あ、これはちゃんと絞り込みましたね、なるほど。じゃあ全然俺思ってたのと違った。でへじゃあラスト1問ですね。マジか、思ってたんと違ったわ。ちょっと待って、プラスチック製じゃなくて、ちょっと待って、あ、消えた。いや、消えてないな。消えてなかった。そう、木戸さんのメモで 幅なんぼって言ったかもしれない。45から48位。48位なんか。48位なんか。 47.99 から45.1 で、プラスチックじゃないんだよね。プラスチックじゃないし、アルミ合金でもない。プラスチックじゃなくてアルミ合金でもない、うん、だからまあ、うん、やばい、俺が思ってたのと全然違う。いやでも気づけたの大きい、うんうん、確かに危ないとこだったな、うんうん、プラスチックでも、じゃあ逆にめっちゃ絞られる、ひょっとして。なんとなく分かった気がする。48未満で部分的にでしょ。うん、いや、うんうんうん、俺はなんとなく絞り込めた気がするよ。でもこの1個で、うん、うわ、この1個でかー、この1個でかーこの1個でかー、なるほど。ちょっと待ってよ、ごめんね、ちょっと本気になってごめんね。全然取れたかとか気にしてないぐらい今ちょっと本気になってるわ。もう全画面とガンにらめっこしてるから。もうヨーヨーの日特別企画なのに今んとこ動き全然ない。全然だわ今。1秒もヨーヨー振ってないし。リアイド TV とかでもそうだけど、1秒もヨーヨー振ってない今。背景にヨーヨーが確認だけど、うん、コメント欄は見てないです。コメント欄見てないです。コメント欄ですね、ちらほら書いていただいてるんですけど、何かなってあるんですけど、うん、そうですね、書いてる数が少なすぎてですね、うん、あるなしを答えたらヒントになってしまうので、うん、やばいな、もう全然俺心当たらなくなってしまった。俺なんとなく現時点で絞り込めてるんで、マジか、結構ある程度好きなもので、何聞いてもいい、まあ、情報が1でも足されれば、アルミ合金でもなければ、しかも部分的にラウンドでしょ、うん、まあ、ここのところはあれです、うん、その完璧なラウンドシェイプじゃない、そういうことだよね、うんうん、だからその意味はなんとなくわかるのよ、あと1個絞るのがむずいな、あと1個
個絞るのむずいなめちゃむずいな、うん、そのヨーヨーは、はいはい、チタン製ですか。はいはい。ああ、じゃあ俺分かった。なんとなく分かった。おおおお、マジ。え、なるほど、そっちか。なるほど。いや、ギリ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 これもさ、そうだったのよ。そうそうそう、俺も思った。俺も思ったけど、おうおうおう、さあ、以上で10問の質問が終わりました。はい、なるほど、うん、まあでもまあこれはね、うん、でも確かにどっちかというとそっちな気がする、うん、ですよね、うここは、うん、まあ、うん、あと1問目だし、まあ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 ね、まあまあね、そういう読み方、なるほどね、読み方をしましたね、はい、じゃあ、精度で言ったらいいの。ちょっと待ってくださいね、質問をね、一応振り返っておきますね。ストリング、はい、1A3A5A 向け、ストリングトリック向けですかっていうので、うん、はい、マルチマテリアですかで、ね、うん、いいえ、うん、アルミ合金ですか、いいえ、うん、バインド仕様、はい、幅は 45.0mm 未満ですか、いいえ、指用スポットはありますか、フィンガースピンスポットはありますか、はいいえ、で幅は 48.0mm 未満ですか、はい、ラウンドですか、部分的にそう、プラスチックではないですか、いいえ、その用意はチタン製ですか、はい、え、プラスチックではないで、はいじゃない、プラスチックですかで、ではない、うん、いやではない、プラスチックですかで、いいえ、でいいえで、ね、うん、そうそうそう、うん、ということですね、うん、OK、うん、はい、では、はい、じゃあせーの、ヨーヨー名でいきますか、はい、いきましょう、はい、はい、うん、はい、せーの、メタビティ、さあ回答を出してください。回答は、はい、メタビティです。よーし、よかったそうだよね、あぶねー、あぶねー、あぶねー、あのメタビティかスポアで悩む、そう、あ、はい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 、そこはもう 45 点ちょいなのよ、そう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 、だから俺はスポアだと思って狙いに行ったら、うん、木戸さんがメタビティで、うん、一致してるってなったから、うん、いやタイミング的にはこれはメタビティで、ちょっと最後メタ視点をね、そう、 メタ視点メタを入れてメタビティ、メタビティだけど、いや、あとスポアはおそらくだけど渋谷に在庫ないんじゃないかな、あ1個だけ、あ、1個あぶねー、そう、あった気がしたなと思って、はい、いやこれしょっぱなメタビティって引っ掛けてスポア出してたら相当鬼よ、確かに強いってなる、強い、じゃあ回答見よう、ライブ配信の皆さんの回答見よう、途中まではね、プラスチックピークとかそっち系だと思ってたのよ、はいはいはい、だからプラじゃないなって思って、うん、いやー、よかったよかった、すごい277人見てた、あ、やば、ありがとうございますカメラ一回止まったかも、大丈夫、あ、大丈夫です、動いてます、はい、一瞬切るだけは確かに消えてます、はい、いやー、よかった、スポアもいるわ、やっぱそうなるよね、そうですよね、やっぱ同じ画面多分見てる、やっぱそうですよね、だクラウン TI は幅がちょっと足りないのね、44点なんぼだから、そうです、そうです、そうです、あー、なるほど、じゃあ、はい、こっち行きましょうか、じゃあ次こっちの、はい、その前にスパチャいただいてますね、いただいてるんですね、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、ちょっと どこだいただきました、小林さんですかね、はい、小林さんからいただきました、地元の練習会で練習中なんで、はい、後でアーカイブ見ます、ありがとうございます、あと、クラウン WS、サクラウンですね、めっちゃ綺麗、ヨーヨーの日に乾杯ということで、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、何かしらのおやつ代なりお酒代に使わせていただきます。ありがとうございます。それじゃあ、岩倉店側からの1問目いきましょうか。はい、じゃあ行きましょう。はいはいはい。で、ちょっと待ってくださいね。ちょっと今、あのチャットが見えちゃうから、はい、見えちゃうから、うん。あ、そうですね。ホームページ開いて、ライブ配信のコメントは一回閉じる。うん、ちなみに、うん、1個目どれなの？あ、まあこれじゃないですか。あ、まあ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 、そうね。今ね、うん、あの画面の皆さんはね、見えてないと思いますけどね、このディスプレイのね、そうやな、目の前に実はあるんですよ。そうやな、実は目の前にあるんですよ。あの答えとなるヨーヨーがね、そうですね、はい、だからこの高さを超えるパッケージのものはないということですね、確かに、大ヒント、大ヒント大ヒント、これフリーヒントですか、ビンゴの真ん中と同じ、はい、じゃあ、何、せーの、これなんだからいくんだっけ、そうですね、はい、うん、はい、せー、じゃあ岩倉天が1問いきます、せーの、はい、これなんだ、
じゃあ先行く、うん、じゃあ俺から聞きますね。はいはい。フィンガースピンスポットはついていますか。はいはい。おお、はい、ついていると。ついてるですね。なるほど、どうしようかな、意外と多いっていうね、まだね。そうだね。現代、ここからまだ意外と多い。まだ多い。うん、じゃあいいですか。はい。その要は、プラスチック製ですか。あの、はい、全部がプラスチックかどうか。はい、フルプラスチックですかは、はい。フルプラスチックですか。はい。はい。はい、なるほど、はい。なるほどですね。うんうんうん、じゃあ次の質問いきますね。昨日ウェブで新色が発売しましたか。え、昨日ウェブで新色は出ましたか。昨日ウェブで新色出てますか。いいえ。これで3問目ですよ。今のめちゃくちゃ絞りできてたな。ねもうね、狙いに行ってた、ね、狙いに行ってた。1にしようと。1にしようと。終わらせるっていうと。まだ大丈夫ですね。大丈夫ですね。はい、まだまだ数余裕あるから。ね、そうだな。ちょっと待って。ちょっと待って。難しいぞ。まだ4問目ですから。かまだ4つ目ですか、半分もいい。まだ4つ目ですか、質問。あ、その要は、うん、カラーバリエーションが2色以上ありますか。はい、あります。あります。なるほど。カラーバリあり、1色しかないやつで何か絞り込むことしたのか。おいおい、喋るな喋るな。お前の言葉すべてがヒントになるんだ、喋るんじゃない。おっと、失敬。おっと、失敬失敬。あと6問。僕もね、ちょっと一旦整理。ステイ。一旦整理して。整理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 。パス1かと思った。ここで余裕やん。問題、そんなに質問いらねえよと。強っ。あと2問で詰ましてやるって言って。強っ。あと全部アルチ言っていいよって。俺もう分かったから。違うよ。いや、いやでもこれ聞かれるとあれかもなとか頭の中でちょっと考えたりはするな。確かに確かに聞いてると、うん、意外とハラハラするな。そうやな。なんか2個目ぐらいでバレそうな気してくるな。そう。ポットがあるでしょ、うん、カラバリもある、うん、プラスチックでインプラ持ち方なのかな。そう、じゃあ次ですね、折り返しですね、うん、はい、C3 応用デザインの要領です。いいえ、うん、あ、いいえ。うーん、あと5問、あと、5質問、うん、5質問、5質問ですね、5質問。その要領は、うん、引き戻しとバインドどっちもできる要領ですか。はいはいはい。あ、でもあれもそうか。ああ、なるほどですね。じゃあもうちょっとこれでも結構絞れてきて、結構そうだね。ですね。じゃあ聞いてみようか。はい、聞きます。はい。ヨーヨーファクトリーの要領ですか。いいえ。悲鳴が上がったんだけど。そうやな。ドキドキするな、これ聞かれる方。聞かれる方は、え、なんで分からへんのぐらい、もうめちゃ追い詰められてる気するぐらいなのな。実はもう壁目の前。そういう気持ちになるんやな。さあ、分かった、分かった。あ、分かった男が来た。全然分かってないんだけど。そっか。飲んでる飲んでる飲んどるな。しかも長いもん。どうしようかな。一応整理する今までのやつ、うん、フィンガースピンスポットあり、うん、フルプラ、うん、もうちょっと質問の聞き方は違うんですけども、意図としてもう
メモで言うんですけど、AOE じゃない。体にあり、T3 じゃない、引き戻しバインド量対応、ファクトリーじゃない、やばい、どうしよう、Wi-Fi が切れ、カメラが、そう、カメラが、あ、戻ってきた、たびたび切れるんですけど、すみません、すぐ復帰します、はい、今、じゃあ、ちょっと待って、どうしよう。ちょっと待って。アルチュンがあと2回聞けるのか。伊藤さんがあと1回。そうやな。あと1回。あ、そっか。まあ、じゃあまだ合計3回聞けるのか。うん。じゃあ、ちょっと待って。やばい。ちょっと。やっぱりね、ご質問目以降、ドキドキがすごい。確かにな。うん。5回も聞けたのに、あと2回しか聞けないけど。確かに。そのヨーヨーは、うん、まあ、さっき空張りがあるって言ってたと思うんですけど、うん、グリッターありますか？グリッター。はい。はい。ああ。さあ、あと2問。グリッター、空張りの中にグリッターのものもあると、そういうことですね。そうですね、うん、お、いや、ちょっと分かった。選択肢広げることに成功した。逆に どれってなったの。さあ、伊藤ちゃん、最後のラストクエスチョン、ラストクエスチョン、あるフィンガー、え、あれじゃない、ちょっと、待って待って、今度逆にシーソー、逆になったよ、逆になったよ、変わったね、シーソー、ボーンなったよ今今、店内にグリッターを探している。選択肢が広がってラスト1問は怖いですよ。確かにな、狭まってきて、じゃああと1個これ1個かは分かるけど、広がるとなんかこうね、俺それでなったもん、さっきってなった。確かに。変な質問したから、うん、余裕ぶっこいて飲んだからやで今、ごめん。ヨーロッパのブランドのヨーヨー、はい、はい、あ、さあ、あと1問、あと1問、僕で最後ですよね。そうです、はい、どうしようかな。最後の1問って悩むな。それは何、大喜利的な意味。大喜利的な。待って、それはそのヨーヨーの発売した年は2021年ですか。てか、こんな絞った質問いいのかな。いや、別にいいでしょう、はい、はい、2021年ですか。はいはいはい、さあ、終わりました。はいはい、そうですね、ですよね。もう答え出ました。答え出ました。はい、はい、フィンガースピンスポットありますか。はい、フルプラスチックですか。はい、昨日ウェブで新色出ましたか。いいえ。カラーバリエーションは2色以上ありますか。はい、 C3 ですか。いいえ。引き戻しバインド両対応ですか。はい、 YYF のヨーヨーですか。いいえ。グリッターカラーありますか。はい、ヨーロッパのブロンドですか。はい、2021年発売ですか。はい、それでは回答をお願いします。せーの、シューティングスター。はい、シューティングスター、はい、正解でーす。はい、まあ、もうね、最初フィンガースピンスポットありますかで、ね、ピヨン出てくるよ、これ、まず。そうやな、うん、フィンガースピンスポットがあるフルプラスチックの時点で終わったって思ったもん、うん、で、C3 ですか、いいでしょ、もうほぼこれしかない。もうあとはどうし、うん、ウェッジと絞るかどうかだけ。まあまあ、そうやな、ファクトリー系だから。で、ファクトリー系だからもう終わり、罪や。でも、まだチートコードがあったんだよ。あー、なるほどね。だから俺、幅の質問か、もう一個なんかで質問来て、絞られるかなと思って、グリッターカラーが来たから、うん、あ、もう終わったと思って。そうですね、あのフルプラでグリッターはないから ね、うん、ね、プラスチックチートコードは。そう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 、うん、だからそれで迷ったのは、フルプラでちょっと絞っ、うん、結局聞かなかったんですけど、うん、スポット部分もは
もあてプラスチックですかっていうのも、あ、なるほど、あ、確かにね、うん、そしたら AOE かどうかみたいになるんですね。確かに確かに、いや、いい質問でしたですね、はい、はい、じゃあ2問目いきますか。いきますか、はい、2問目、はい、だんだんこのゲームにも慣れてきたことなんです、ね、そうですね続いてのプレイヤーは、すみません、ね、あのちょっとあの今テーブルの上に置いてるんですけど、あの、はいはいはい、音が鳴らないようにこう持ち上げるっていう、音が鳴らないようにね、あ、確かに素材とかね、なるほどね、さっき1問目で俺らメタビティの時に俺普通にチーンとか鳴ってたら、あいや、スポーかもしれないです、そうやな、スポー全然絞れてない、そういう意味では全然絞れない、全然絞れない、おう、もう大ヒントなんですよね、うん、あ、やっとやっと、じゃあコメントを閉じて、はい、うん、ではコメント欄を閉じました、はい、で、じゃあ質問用にメモ帳も開きました。じゃあそっち準備いいですか。はい、準備よかったらこれなんだって言ってください。はい、はい、行きましょう、せーの、これなんだ、はい、じゃあ、はい、今度は先に行きますか、はい、じゃあ、はい、そのヨーヨーは、ストリングトリック用ヨーヨーですか。はい、あ、OK、うん、はい、はい、なるほどね、はい、じゃあ続きまして、もう一回幅いこっかな。そのヨーヨーは幅 45mm 5.0mm 未満ですか。いいえですね、つまり45未満ですよね、はい、未満ですかですよね、そうです、未満ではないですね、いいえです、はい、うん、つまり45よりは大きいとですね、大きい、うん、なるほど。そのあ、そのヨーヨーはマルチマテリアルですか。マルチマテリアル、マルチマテリアル、はい、え、マルチだった、バイメタルだったり、バイメタルだったり、プラスチックプラスチックに金属だったりとか、マルチ素材ですかって、うん、単一じゃないですかっていう、そうですね、単一じゃない、はい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 、マルチマテリアルですか、あ、はい、そうか、はいはい、マルチマテリアルではあると、はい、なるほど、はい、はい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 、じゃあそう、ボディーは、はい、そのヨーヨーのボディーはプラスチックですか。いいえ、いいえ、じゃあバイメタルか、うん、カーボンバイメタルか、うん、そのちょっと待ってよ、そのヨーヨーの、そのヨーヨーはシグネチャーモデルですか。はいはい、オッケーオッケー、なるほどねはい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 、はい、なんとなく当たりはついてきたな、ちょっと確認しますね、はい、コメントは見てないですからね、ここは紳士協定で信じていただくしかないんですけどヨーヤマシップにのっとってね、ヨーヤマシップにのっとってね、はい、そうですね、紳士協定なんてもんじゃないもっと上のもの、はい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 、あ、でもそうだな、思ってたのとちょっと違ったかもしれないな、金属のボディでシグネーション、まあでこの段階ではまだまだ絞り込めてないんだよな、でもうあっという間に5問使っちゃいましたから、そうですね、うん、悩んでいるね、木戸さん、いやちょっとね、こっから先やっぱ慎重にいかないと、はいはい、焦る焦るな、ちょっと待ってね、まずここをこうですね、めちゃくちゃ絞っていってるやん、いやでもこういうゲームでしょまあもういや、なんとなくね、なんとなくこういうのかなみたいなのはあるにはあるんですけど、なるほどなるほど、じゃあ一応また金属で絞り込もうかな、そのヨーヨーのボディ素材はアルミ合金ですか。はいはい、ボディはアルミ合金ね、了解、うん、はいはいはい、はい、そのヨーヨーのブランドはヨーヨーファクトリーですか。いいえ、あ、これは違うのか、ちょっと早いよ岡田さんそんな、うん、一切惜しまずにもうこういうのはもうどんどんいかないとタクは絞んないとタクは絞んないと、へえ、ちょっと待って、言うてあと3問しか使えない、そうやな、うん、でしかも
2-1 なんですよね。そうやな、俺次ラスト。あでもな、メーカー絞りたいな、メーカー絞りたいな。あ、応援チャットが来てるよ、大和藤原って人から来てるんですよ。岩倉ってそういうサイドの応援コメントはなさそう。なさそう。なさそう。スタッフが。渋谷店は あれですよ、今もうベンチでも1人控えてるんで。ベンチ1人ベンチ入り。ベンチ入りがいいのハモっちまったよ、まず。当たり前じゃないですか、絶対に負けられない戦いがそこにはあるんですよ。じゃあ、一応言っとこうかな。そのヨーヨーのまたボディなんですけど、はい、意外と刻むやん、木戸さんも。そのヨーヨーのボディはアルミ合金 A6061 ですか。はい、はい、絞れん勝った方や。くそ、バカ綺麗やん。絞れん勝った方や。じゃあベンチ顔がうるさいな。喋りはしないけど、その顔がうるさいベンチ当てに行く。誰だ。本当のアキネーターガチャアキネーター。ただの本当のアキネーター。ガチャアキネーター。あ、じゃあ俺ね、はい、はい、俺の最後ですね、はい。そのヨーヨーのブランドはアジア圏ですか。はい、はいはい、そうですね。あ、え、当てあります。まあ、へえ、今、まあ、なんかもっと絞ろうかと思ったけど、はい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 、はい、一応ちょっと広くした。なるほどね、うん、でもまあアジア圏のシグネの、うん、バイメタル、まあこれ以上言ったらちょっとあれになるから、まあ、相談になるから、うん、相談になるからな、ヨーヨーマンシップのとてな、うん、なるほどね、うん、あ、でもなんか岡田さんが言いたいことはなんとなく分かった気がするわ、うん、なんとなく分かった気がするわ。ちょっと待ってね、はい、ラスト1問なんでちょっと慎重にいかせていただきますよ、うん、はい、はい、どうぞ、うん、はあ、緊張するな。こうで、うんで、マルチマテリアルでしょ。 Yes、 Yes、 頑張れ、起動。頑張るんだ、起動。 1本目の勝負から間もなく8時にラウンドしてる。早いね。早いな。早いな。負けでいかないと。負けでいかないといけない。負くんだ、起動。わかりました。そのヨーヨーは、発売年は2023年ですか。2023年ですか。そう。いいえ。いいえ。うん、いいえですね。いや、もうこれ勝っちゃったな。あれもう。23年じゃないってことですね。じゃないってことね。うん、はい。はい、というわけで候補何でした。いや、俺は今これ。ああ、はいはい、でも途中まで、うん、これかなって悩んで、だからこれもまだ入ってるんやけど、レンジに、うん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 、これも入ってるんやけど、うん、たださっき木戸さんが見てたやつと、うん、もう一個が消えたから俺の中ではこの二択、うん、なるほど、はい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 、前者かな。 OK、 イエス、はい、じゃあ答えます。いきます、はい、せーの、オーバーシンカー。ああ、なんか正解は荒木さんから出していただいて、はい、向けて。さあ、正解は、正解はジェネレーター FB。 あー、そっち側ね。うわー、全然ノーマークだった。あー、さすか。うわ、全然ノーマークだった。あー、そっちか。なるほど、なるほど、理解。
いやもうこれはしょうがない、うん、しょうがないな、難問だった。いや俺序盤までモズだと思ってたからね。ああはいはいはい、そうだからモズ来られた時に、うん、結構そのリリースも近いというか、うん、そんなに離れてないしで、ね、ああこれはみたいな。で多分モズのサイズ感とかで絞ってったら、うん、まあ、直径ならちょっと外れるかもですけど、うん、割と幅広のそうバイメタルで、うん、そうか、やっぱり逆に入るかなとは。いや悩んだよ、最後香港ですかって聞こうかと思ったのよ。ああでもアジアって聞いてしまったからね。でもアメリカヨーロッパなんやらがあるから、うん、それでちょっと広くしちゃったのよね、うん、なるほど。あなるほど、やられたな、クソ難しかった。なるほど。いやー、はい、難かった。いやでも両門すごい素晴らしいです。ちなみに正解いないね。そうですね、チャットの方もですね、正解がいなくてですね、ちょっとベンチに関してのコメントはすっ飛ばしますね、すいません。あなるほどね。はいはいはい、じゃあそうなんですよ、全然足りなかったんですよね。じゃあじゃあ次ままこっちからかの2問目。はいはいはい、あでそうちょチャット見ましょう、してとか、うん、すいませんね、うん、はいはいはい、オッケーです。はい、はい、それではいいですか、いきます、せーの、はい、これなんだ。じゃあ今度じゃあ僕から、はい、そのヨーヨーは、モノメタルですか。いいえ。いいえ、うん、モノメタルじゃない。うん。次の問題は、モノメタルではありません。まだ1問、うん。あと9回聞けるから。そうだな。アジアのブランドのよ。あ、ごめんなさい。いや。アジアのブランドのヨーヨーですか。はい、はい、なんでちょっと、ちょっとイントネーションおかしくなった。謎の工夫が、謎の工夫が違うんですよ、違うんですよ、それ以外か、アジアのブランドか違うかで、まあ結局そうだから一緒だな、なんだね。あ、いいのこれ、8問、はい、そうですね、8問、うん、このヨーヨーあ、ちょっと待ってください。うん、最初だし、まあいいや。そのヨーヨーはバイメタルですか。はい。はい。さあ、これで何百機種ぐらいに絞れたの、うん、だいぶね。だいぶ絞れた。だいぶ絞れましたね。うん。ヨーヨー見ながら考えるのいいな。そうやな。確かにそうだね。シグネチャーモデルですか、誰かの。はい。はい。うん。さあ、これで400機以上に絞れたから。だいぶ絞れた。だいぶ絞れた。だいぶ絞れたよ。うん、さあ、残り6問。このヨーヨー。あ、うん、だからシグネチャーモデルで、うん、あ、そのヨーヨー、そのバイメタルのボディ側は7075ですか。いいえ。いいえ。いいえ。すみませんね、ちょっと今救急車が今こうっすら聞こえる。今一瞬ポンって聞こえる。すごいね、ほとんど入ってこない。ほとんど入ってこない。すごい、ズームすごいな。ノイキャンすごい、ね。うん。うん、ね、でバイメタルで折り返しましたよ。折り返しましたね。モノメタルですか、いいえ、アジアのブランドですか、はい、どれなんだい、はい、シグネチャーですか、はい、ボディア A775 ですか、いいえ、わからないね、どれだい、どうするんですか、木澤さん、はい、振られるとできない。そう、アドリブじゃあ、います。本体幅。
はい、48ミリ以上ですか。いいえ。いいえ。年末より小さい。48ミリ未満ですね、つまり。さあ、残り4問。10問って、本当にちょうどいいな。考えた人誰だろう。ちょっと途中で賭けに出なきゃいけないですよ。そうやな。思ったより10も攻めないといけない。ちょっとあの、ひりつくシーンが出てくるのいいですよね。そうだな。ドキドキ。ドキドキ。あれ、ちょっと待って、中国人、アジアの、アジアの、アジアのバイメタルで、誰かのシグネで、ボディ素材は7075じゃない48ミリ未満。はい、ありがとう。はい。このシグネチャープレイヤーは、うん、香港のプレイヤーですか？いいえ。いいえ。いいえ、香港大人気やな。ねえ、座ってくださいね。何問？あと3。あと3問。あと3問。あと3問。これは来たんちゃいますか。そわそわするよね。これは来たんちゃいますか。この段階で当てるのは無理やろ。無理やろ。いやー、でもそろ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 。もう遊びがないですから。そうやな、これ遊びないからな。もうなんか結構こう急所つかないといけないよね。そうですね、この辺からは。そう、リスクを負わないと選択肢絞り込めないから。48ないでしょ。今って。これ48ある側だったらね。そうやな。ビューンってある程度絞り込めたっていうね。そうやな。で、アジアのブランドで。あ、でもな、そう、ちょっと負けでいかなきゃいけない。そうやな、まだ1問あるし、1試合目。そうですね、伊藤荒牧、伊藤か、あと3問、うん、そのシグネーチャーのプレイヤーは、はい、日本のヨーヨーの公式大会での、うん、A 部門の優勝経験はありますか。はいはい、A 部門優勝経験あります。はい。すごい今絞れたはずなんだけど、ちょっと分かんないぞ。あと1回しか答えれないからね。確かに、あとワンワンでもな。ワンワン。あと1個1個もな。あと1問ずつですからね。そうやな。これコメント、今、なんでか分からないけど、俺今コメント見てないよね。そう、ついな。つい。でもやっぱコメントの反応を伺われるとそれがヒントになってしまう。そうやな。なかなかね、コメントが伺うことができない。あ、じゃあ、いいですか。はい。そのヨーヨー、リワインドで買うと、ポストカードついてきますか。はい。はい。はい。ついてくる。はい、さあ、あと1問でございます。 IV カムさん。あ、すいませんね、うちの IV カムがちょっと機嫌悪くしちゃって、すいません。めっちゃ考えてるんやろな、 IV カム。なんや、ギガ食ってる。あ、そう、 IV カムはあれベンチじゃない、ベンチじゃない。あ、ベンチじゃない。他にもちゃんとベンチがいる。カードがつくんですよね。はい、そうですね。で、ああ、いい最後だよね。で、エイジアですよね。エイジアです。エイジアですね。ああ、エイジアですよね。じゃあ、ちょっと。あと1問ですって。うん、ドキドキ。ワクワク。さあ、どうだ。味方。あと一人。あと1丁。そうか、俺ので。そう、最後か、もう最後だよ。うん、ですよね。これじゃあ、じゃあリワインドのホームページの方での伝えていきましょうかね。うん、
本体幅 45.09mm です。本体幅 45.09mm ですか？いいえ。いいえ。じゃあ俺はもう分からなくなったよ。さあ答えていただきましょう。今完全に急所突きに行ったね。完全に急所を突きに行ったね。俺はもう分からなくなったよって言った瞬間のある種の表情を見て本当にごめんって気持ちになった。いやでもいやそれだと思ったから、お互いあだよね、そうだよね。いや、違う。ハサミギロチンが外れましたね。そうやな、今。完全にな。いや、もうあんまりもう俺ら喋るとさ、喋、うん、りすぎそう。確かに、うん。盛り上がってしまうから。盛り上がってしまう、うんうん。さあ、答えていただきましょう。答えていただきましょう。ちょっとシンキングタイム、ちょっとシンキングタイムいいですか。はい、質問おさらいいきますね。モノメタルですか？いいえ。アジアのブランドですか？はい。バイメタルですか？はい。シグネチャーモデルですか？はい。ボディは A7075 ですか？いいえ。幅は 48mm 以上ですか？いいえ。4世シグネチャーは香港のプレイヤーですか？いいえ。日本の公式大会で A 部門優勝経験はありますか？はい。リワインドで買うとポストカード忘れてきますか？はい。幅は 45.09mm ですか？いいえ。最後の質問。最後は刺しに行ったな。鋭すぎる。もう特定しに行ったもんね。もうドラクエの毒針ぐらい細い。魔法使いしか使えないやつ。ね、ニッコニコではぐれメタルに毒針プーンってやったら1死んでない。普通に死んでないな今。うん、でもまだ今からだから、今会心の一撃出るかもしれんから。そうそうそう、当てりゃいいんだから。当てりゃいいんだから、ここで当てりゃいいんだから。そう、当てりゃいいんだから。うん、めっちゃ見てるな。え、幅なんて言ったっけ。幅は48未満で。2万未満です。48mm は広い。めちゃくちゃ広い。めちゃくちゃ広い。広いで何も絞れてない。A 部門の A 部門、よっしゃ、48mm でしょ？そうだから。そうやって探せるのやばいな。お、実物見ながら探せるのはだいぶ頭回すのに良さそう。A 部門で優勝してるんですけど。全然わかんないぞ。さあ、そろそろ答えてもらいましょうかね。答えてもらいましょうかね。ねえねえ。今もう、時計見たら20時8分。そうやろ。やばいやばいやばい。結構やばい。結構やばい。やばいやばいやばい。勝負途中で終了になってしまう。ほんまや。これ調べるのにもウェブ担当とオフライン担当がいるよ。在庫確認していいですか？在庫確認していい。まあ、確かにね、レギュレーションとして今うちらのお店から買えるものっていうレギュレーションがありますから、これは必要ですよ。そうやな。だとしたらなぜ表にあるのかってなる気がする。確かにな。組み合わせにあってウェブでないとかあるじゃないですか。ああ、確かにね。一応ウェブベースになってるかな。在庫に関しては。これだと思って今見たら在庫切れてなったんで。ああ、じゃあ大丈夫です。じゃあ、まあ、うちらにとったら大丈夫やけど。大丈夫じゃないんですけど、つまり。アジア。いやー、これコメントの方で答え出てるのかな、気になるな。困っちゃいますね、困っちゃいますね。どうしよう、なんかさ、絞れないんじゃなくて、もうゼロなんだよね。そう。あ、選択肢、検索結果に現れないんだ。現れない。うん。この場合、どうすんの？何か引っかかるまで待つの？いや、ちょっとそうなんですよね、うん、そこ一応あと1問用意してるからそうやな、そうだから答えないといけないです。もうそうだね、そう、我々は答えなければいけない。これ、あ、違うな。めっちゃ調べてる。すごい検索してるもん。すごいな。めちゃくちゃ検索してるもんな。80分です。あ、やばい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 。次の2本目は秒で終わりそうといえば終わりそうではありますが、やばいですやばいです。確かに一番考えるのはこれかも。まあ確かにね、うん、他はもうただやるだけやから。そうやな。めちゃくちゃ悩んでるよ。めちゃくちゃ悩んでるよ。あの動画とは思いぐらい止まってたよ。そう、名前失礼しました。ご覧になってる皆さん、どうもこんばんは。どうも動いてます。はい。お疲れの回線を正常です。でしかもうーって目見開いてウェイってやったら、モニター見た瞬間スンって真顔になってる。自分でも今びっくりした。余裕がない。そうやな。いやもうこれじゃないか。これじゃないか。いや、これじゃないかとか、もうこれとかでも、とか、まあまあ、もう答えるしかないか。あたり、いや、それでは、回答してもらいましょう。
ちだどっちだどっちだ、え、でもさ、ポストカードって言う、そうだ、そうだ、そうだ、ポストカード、ポストカード見て見てよ、え、でもポストカードあれ、ポストカードついてくるよね、つくで、アジアのブランド、うん、さあなくない、そう、ポストカードうちなくない、え、いや、いや、もうちょっとこれはもうなんか、なんか答えよう、うん、それではそうだと思って最後、あの、これかなってこれかなと思って2人顔を見合わせてえってなったやつでいこう、はい、うん、では答えいつでもどうぞ、はい、せーの、ソキュース、さあ正解はババントライアルでした、いやでもさすがですでもこれは逆にこの質問で当てはまるのはトライアルしかないのよ、多分だから、うん、あのトライアルだって思うまで一生見つかんないのよ、確かに、だから、これトライアルだって気づくまで待たなきゃいけないのかなって思ったのよ、だからしかもね、これシグネチャーを当ててるからね、シグネチャーのその日本の公式大会で A 部門優勝権がありますか、はい、そう A、2A 部門です、そうそうなのよ、そうか、そうって言われて、ですよね、そうなっちゃいますよね、そう、だからもうポストカードの時点で俺はもう、あのソキウスしかなくなっただろうなと思ったからさ、はい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 、だから 45.9 でソキウス差しに来たなって思ったのよ、なるほど、もうモロソキウス、いやー、よかった、買わせたわ、危ないとこだった、これで同点だぜ危ないとこだったぜ、次のデュエルが勝負が決まるぜそうやなちゃんと3番勝負持ち込め、持ち込めた、3番勝負ってこの3番勝負今日はヨーヨーアキネーターやってみよう生放送、うん、ぐらいの時間使ってるけど大丈夫3番勝負のこれ3試合目大丈夫じゃあ次時間制限つけようか、次から自分のところの iPhone で、あの10問の質問も5分以内にやろう、で回答も5分以内に決めよう、そうですね、それでいいですか、よし、これで最後ね、早押し、あれね、あのなんかあの早将棋みたいなやつね、そうですね、うん、5分ね、5分、お互いの質問5分で、うん、合計で5分で、そう、5分以内に回答できなかったら、うん、あの失敗、はい、はい、オッケー、あ、いや、でも、あ、高見くん、ごめん違うんだ確かにこれ、当てれなかったが気まずいよ、当てる、そうやな、そりゃそうやんだ、イエーイ高見くん高見くんごめんでなんかさ、いや、もうちょっと言い訳みたいになるからやめよう、あのこれはもう喋らんほうがいい、喋らんほうがいい、巻いてこ、はい、じゃあ、でもすごいよ、ヤマト君トライアルの気がしてきたって言ってるわ、あ、そう、トライアル結構いたのよ、もうだからトライアルしかないのよ、ソキュースじゃなかったら、なるほどね、から、うん、あのこれトライアルがそこから目に入った瞬間トライアルになるからさ、確かにこれはこのまんま正解が見つかるまで待つしかないのかって思ったんですね削っていけば絶対最後残るから、そう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 、もうそういうこと言うと、もうあの座り位置的にトライアルが目に入るのはどっちだって話になったら俺も帰るしかないから確かに次は次行きましょう、はい、OK、 じゃあヨーヨー目の前準備できました、あ、目の前じゃないですけど、もう大丈夫、 OK、 わかりました、はい、じゃあこれなんだって言ってください、いや、もう彼に言ってもらうしかないでしょ、あ、はいはい、もう大丈夫です、はい、事前に決めてたんです、はい、そう、はい、じゃあせーのでいきましょう、いきましょう、せーの、これなんだ、はい、じゃあ俺からいきます、ね、はい、どうぞ、はい、バイメタルですか、いいえ、いいえ、おお、なるほど、はい、はい、ストリングトリック用ヨーヨーですか、はい、はい、ああ、これはそうなんやな、まだ20秒しか使ってないよ、そうやな、1、2、あと8問ね、それでいくようですか、はい、バイメタルではないんだよな、チタンヨーヨーですか、いいえ、なるほど、いや、チタン2個はないだろうってかぶせてくるかなって思って、ああ、なるほどね、チタンヨーヨーです、途中ですいません、パソコンのバッテリーが、いや、大丈夫ですよ、つなぎ忘れてたんで、ちょっと大丈夫です、はい、すごい、固まってるもんな、今 iPhone の画面固まってるな、そうやな、これはですね、私の方です、何が起きた、何が起きた、じゃあ質問には答えていただきますよ、音声は入ってますかね、入ってます、音声入ってます、はい、はい、はい、では、
フルプラスチックヨーヨーですか。はい。よし。おー、はい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 。フルプラスチックヨーヨーではある。すいません、ちょっと今あのカメラの方ちょっと今。うん。ちょっと今対応中でございます。では次質問します。5問目質問いきます。はい。はい。フィンガースピンスポットはありますか。いいえ、いいえ。いいえ。はいはいはい。はい。ないです。ないですね。OK。はい。ついてないです。あと3分。何聞きます？はい。じゃあ引き戻しとバインドに両対応していますか？いいえ。いいえ。いいえ。はい。お。なるほど。はい、そのヨーヨーは C3 用デザインのヨーヨーですか？はい。はい。あ、そうなのね。俺分かったと思う。なあ、じゃあもうこれ、え、でもフィンガースピンないんでしょ。ああ、フィンガースピンないんでしょ。うん。ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ。すみません、ちょっとあの一回あのちょっとカメラ調整してるんで、僕がピースしてる写真なんてちょっと気にしないで。今俺たちが写ってない。今俺たちが今の普通のリアル TV だった。あと3問ですね。で、残り2分28秒。はい。はい。いや、もうあれでしょっていう感じ、個人的に。え、マジ？うん。そうなの？あ、じゃあ、え、両対応じゃないんでしょ、でも。あ、ちょっと待って、両対応じゃない。でも C3 のようなんですよね。うん。うん、で、うん、両対応じゃなくて、うん、ストリングトリックヨーヨーなわけでしょ？で、フィンガースピン対応じゃない。あ、あった。両対応ですかの質問は、うん、両対応なん、両対応です。両対応、両対応です。OK、わかりました。はい。あれ、両対応でした。両対応でした。あの、そう、一応、そうですね。一応両対応。一応両対応。やばい、ちょっと。レスポンスはスターバーストですか？いいえ。あと1分16秒。で、あと1問ずついける。うん、いいえか。ちょっと変わってきたな、話が。いいえ。フルプラスチックなんですよね。で、C3 のでハイなんですよ、ね。あれ、バインド両対応、ごめんなさい。両対応か。両対応ハイで、はいですね。レスポンスはスターバーストですか？うん、いいえ。いいえ、はい。そのヨーヨーの発売年は2023年ですか？いいえ、いいえ。ラスト30秒です。マジか。戻りました。すみません。あ、ついに戻った。帰ってきた。お帰り。はい、両対応？そのヨーヨーは初期状態は引き戻しですか？はい。はい。はい。そうですよね。うん、はい、うん。これでちょうど5分で10問の質問が終わりました。で、続きまして、はい、ここから俺たちは5分以内で回答しなければなりません。はい、はい、というわけでカウントスタートしました。条件で言ったらこれじゃない、こっちじゃなくて、うん、こっちじゃない、それじゃないでしょ、うんうん、まあだからこっちじゃない、でもスターバーストじゃないでしょ。ああ、じゃないのか。そう、だからそれがなくなったから、うん、と思っているのよ、うん、私は。じゃあこれだから、そう、それしかないと思ったのよ。うん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 、うん、これかな。でも両対応、まあそうね。いや、でも今のところうちの選択肢はこれしかない。で、スポットはないんですもんね。そう、ことない。あと4分。C3 のヨーヨーであるの確かだから、そう、うん、この中にいるはずなんだよ、理論上。そう、いや、多分さっきのあのバインド両対応、いいえで、はいなのかが、そうだね、が多分、ね、あの俺ら同じ
認識に陥ってるかもしれない。あ、ね、はい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 。あと3分50秒。いやでももうもうこれしかないはないもんな。うん、一応ね在庫は確認したのよ今。在庫は確認したのよ。ああ。なるほどなるほど。オーケーオーケー。うん。いやでもそれは在庫がある場っていうやつで、うん、オンラインはもうないけど、うん、渋谷にはあるんだったら対象になるのかなと思って。うんうんうん。はい。それで11個目の質問にアキネーターがお答えすると渋谷店に在庫あります。はい。オッケー、もうこれしかないね。はい、よし、残り3分残して答えます。はい、いきます。はい、はい、せーの、スピーダホリック。じゃあでは正解をお願いします。長いな、長い思ったより長いな。それは、うん、はい、よっしゃー、よかった、よかった、シースルーですかって聞いて、いや、そうだな。いや、俺、最後の問題は、俺、モータル出してくるかなと思った。あー、だからバイメタル狙いだったんだ。そう、はい、もうバイメタルですかね、はい、はい、だったらもう行ってやろうかと思ったくらい。あ、なるほどね。うん、その要領はモータルですかって言ってやろうかと思ったくらい。はい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 。いや、でもそうだな。いや、でも、キラさんの、うん、C3 用デザインですからでかかった。いやもうこれなかったらやばかった。これなかったら無理だったわ。うん、いやー、うん、やられましたわ。というわけで、うん、岩倉天才ドはとりあえず2点獲得。あー、胸負けはなくなった、はい、負けはなくなった、よかった、負けはなくなったぞ。よし、あ、では、こっちも3問目準備できてますんで、はい、行きましょうか。タイマー、タイマーセットして。そう、こっちのお互い軸で多分時差がちょっとあるから。そう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 、タイマー5分で、うん、5分ですね、5分ですね。うん、ま、待ちよ、待ちよ。いやー、一番最後の問題答えれてるとすごく気分がいい。気分はいい、気分はいい、うん、これ答えれんかったら追い詰められるもんな、本当に。うん、で最初しか答えれんかったと最後は答えれたら違う、違う、運命、うん、マジで運命だわ。うわー、気分いい。ありがとう、ヨーヨーアキネーター。はい、というわけで、はい、おー、あ、結構当たってる人いるな、旧スピホリっていう人いますね。あ、まあ、いますね、そうなりますよね。すごいわ。それじゃあ、あ、そう、あと23年ですかも、多少俺大きかったと思う。あ、まあ確かに、ね、発売年が、うん、じゃあやっぱりアライズとかアクションから絞り込むのかみたいな感じだったけど、うん、まあ、フィンガースピンなかったから、フィンガースピンないし、うん、スターバーサーかどうかも聞いてはいるから、うん、当たったって感じですね。そうですね。いやー、よかったよかったよかった。さあ、いやー、そうだね、アライズ、アライズとかアクション誘導狙いだったんかなみたいな、ね、そうやな、うん、はい、大丈夫でしょうか。はいはい、はい、それではいきます。いつでも答えれますよ。では、せーの、これなんだ。さあ5分スタート。はい、はい、じゃあ僕から質問します。はいはい、 C3 用のデザインのようですか。いいえ。なんでだよ、エンタメも何もないのかよ。エンターテイメントだろ今日は。さあさあ、あと4分40秒ぐらいですよ。頑張れ頑張れ。そのヨーヨーはヨーヨーファクトリーのようですか。いいえ。いいえ。弊社正規代理店ですよ。何にも気使ってない。もうマジでここまで拳握りしめて向かってきてくれるとは思わなかったっ、ね、このセレクターは、ね、結構本気。そうや、ね、あ、うん、いいよ、うん、で、じゃあ、あと8問ありますからね。まだあるよ、うんうん、いっぱいある。いっぱい聞けるよ。バイメタル用ようですか。いいえ、いいえ。さあ、あと7問。じゃあプラスチックヨーヨーですか。部分的にそう。部分的にそう。部分的にそうって便利なんだね。便利やな。さあ、あと6問。時間はもう3分ぐらいかな、残り3分半。うん、もうすごい。タップ、プラスチックのタップがついているヨーヨーです。いいえ。もうね、
さあもうあと5問ですよ、あと5問。日本のブランドですか？いいえ。いいえ。もうあっという間に残り4問。ああ、まあタイムアップがあるからね。そうですね。言うて、うん、だからちょっと巻きでいかないといけないもんね。うん。日本じゃなくて、まあ、ちょっと眺めさせてもらってるだけでもある。もう僕らとしてはね、6問で終わってもいいけどね。そうだな。いいですけどね。もう僕らとしては全然ね、6問で終わってもいいと思うね。そう。アウターに金属のリムがついているプラスチックヨーヨーですか？はい、はい、アウターリムの金リム、うん、ですよね。そう、はい、フィンガースピンスポットついてますか？いいえ。いいえ。1,2,1。すごいな、全部いい、ほぼ家だよ。プラスチックですか？絞りにくいんだよな。そう、絞れないよね。急所突きに行けないからね。プラスチックですかだけ部分的にそう。そうやな。一向に肯定してくれない。否定的なやつね。否定的なお店やな。お前。さあ、あと3問。時間は大丈夫？時間あと1分35秒。やばい、やばい。30秒ペース。ああ。一個聞いてみて。頑張れ頑張れ頑張れ。リムに着色をしていますか？はい。さあ残り2問。1分で残り2問絞り込めちゃう。頑張れ頑張れ。聞かないより聞いた方がいい。それは2回以上ロットがありますか？はいじゃない。はい。はい。おそらくはい、うん。高確率ではい。うん、で、すべてもう10個聞きましたね。僕ら。これで10個。え、あと1個ある。もう1個ある。あと1個。あれ？あと1個ある。え、あと何秒？あと35秒。あと1回聞けるはず。あれ？俺最初聞いて。C3 ですか？ファクトリーですか？バイメタルですか？プラスチックですか？あ、そうか。そう。あ、じゃあ。もう終わりか。そう、質問は終わりじゃない。あ、終わり。終わりです。はい。僕から聞く初めて今あるチューンで。あ、そうだね。そうだね。そう。もう5回ずつ聞きました。はい。あ、じゃあ、はい、じゃあ5分以内に回答お願いします。はい。どうぞ。これはね、自信がある。自信がある。これはね、もうここに全てを持ってきた。うん、聞いてもらったの C3 ですか、ファクトリーですか、バイメタルですか。これが全部いいえ。プラスチック用ですか、部分的にそう。プラスチックキャップはついていますか、いいえ。日本のブランドですか、いいえ。アウターに金属のリムがついているプラスチックボディのようですか、いいえ。リムに着色していますか、はい。2回以上製造されていますか、はい。え、アウターにプラスチック、じゃあアウターにリムが、あ、それは入って、あ、それは入って、そうです、入って、それは入って、そこ覆ったらマジでちょっと、うん、あの、もう5分もらっていいですか？そこは、はい、はい。え、でも9問しかなくない、うん、大丈夫？もう1個なんかいってる？え、C3 じゃないですか、ファクトリーじゃないですか、バイブタですか、うん、部分的にプラですか、うん、で、プラキャップついてますか、うん、日本ですか、アウターキングム、フィンガースピンスポットなし、はい、あ、フィンガースポットで、ね、あ、オッケーオッケー、はい、はい、これで揃えました、うん、そうです。あ、はい、じゃあ、まあ、でも、ね、うん、もうこれしかないので、そうですね、うん、じゃあ行きましょうか、うん、はい、じゃあ答えます、答えます、はい、行きましょう、はい、せーの、ハイブリッドフルビア。おー、なるほど、なるほどね、はい、じゃあ正解を、はい、正解はドレスルデザインモナークです。イエーイ。これ解散だよ、解散だ。イエーイ。やってやったぜ。いや、でもこれはね、リワイド TV でも再三紹介してるし、そう、あの、だってさ、総選挙で票取ったことあるわけよ。そうそうそう、対象のこと、ね、紹介してるから、わざわざ、そう、プレゼン、俺たち あのベスト用意で紹介してるから、そう、あの、いや、これはね、多分あのあれだよ、あの、総選挙で海外票めちゃくちゃ集めてる、ああ、そうだそうだそう、そう、うん、これのおかげで、うん、全米大会で上位に入ったんだ。オーバーフォーティーで、うん、いやー、ありがたい、やつがあった、あのモナーク、あのモナーク持ってきました。そう、はい、
というわけで、というわけで、2対1で、岩倉店の勝利。イエーイ、イエーイやったぜ、やったやったぜ、やったやったぜノーシースリーノーファクトリまさかの、まさかの。そう俺ら、その事前に出題のを考えてたんですよ。で、まあでも多分あっちも、やっぱさすがになんか、ファクトリーとかシズリとか、まあ入れてくるだろうな、みたいな。打ったらな、みたいな。もし被った場合こいつにしよう、みたいな。被るわけがねえ。いやもう最後の1個はね、もうガラッと開けてこれにしようってこう引き出しガラッとこれ確率に在庫はあるなんせここにあるからなってそう再三放送でも紹介してるからそこもあれだったね確かにね、なるほど、確かにはい、というわけで無事1本目が終了しました、終了しました、はい、1本目終わって残りの配信時間ですね、30分です。30分でいけるはい、負けていこう、はい、負けていこう次いきましょう、はい次の競技ははい、では次の競技、2本目ですね、はい、ではみんな、30代が、ごめんなさい、30代がお送りする10秒間全力ループ対決でございます。イエーイ、はい、ループを対決ループですね、インサイドループ対決ということで、はいはい、見直しまして、これは動画でもしゅうくんがやって、木戸さん、俺、あと高見くんとかも確か、なんかやってくれたかな、確か召喚して木戸さんが、はいはい、の、全力インサイドループを10秒でやります、はいはい、でルール説明します。これは各点1人ずつ、ちょっとルール上交互に行うだったんですけど、もう出てきて同時にドンで10秒、まあ、カウントはそれぞれのお店で、なるほど、なるほど、ヨーヨーマシップにのっとってね、ヨーヨーマシップにのっとって巻きつつ、はい、いきたいと思います、はい、で例えば1回やったらじゃあ次2人目やりますと、で、勝敗の決め方は、まあ、計2回戦ってことになりますよね。例えば1回戦目にある瞬間やって、2回戦目に僕がやるみたいな、はいはい、で岩倉も点もそっちで1人目2人目で、はい、の、どっちが勝ったかと、あとは、2人の合計回数、この3つの要素で、はいはいはい、勝ち数が多い方が、2本目の勝者と、個人戦もチーム戦もあるってことね、はい、そういうことです、はいはいはい、だから1回戦と2回戦やって、だから3本あるわけね、なるほど、はい、はい、だから1人がむちゃくちゃやって1人が全然できんかったとしても、勝ちと足しで勝てば、一人で二人倒せば勝てるってことね。そういうことね。なるほど。あ、でもやるのは別、そう、なんちゅう。まあ結局合計が増えるからってことで。あ、そうです、そうです。大丈夫です。はい、OK です。OK です。はい。で、使用要領は自由です。で、10秒で最後キャッチまでしなくてももういいです。10秒間でガーッと。はい。ちなみに、ストリングの長さは何センチまでですか？ストリングの長さも自由にしますね。いいんだなまあでも短すぎても結局やりにくいからね、10秒しかないから、10秒しかないから、うん、まあどういうことどういうことそんな短くできんくない、いや、いけると思う、ほんま俺経験者やから、あ、そう確かにじゃあ、それではですね、岩倉店の秘密兵器、デデン、なんと2カメだ、なんと2カメだ、まさかの2カメだ、よし、お、頑張るぞ、しかもなんならインサートできる、すごい岡田さんのね、右下に俺が映ってる、右下に、あ、そっちだ、逆、あ、こっち、あ、こっち、こっち、お客さんの下見てね、あ、こっちね、あ、逆に出てきたからこっち、はい、で、カウントはですね、それぞれ、はい、相方が、なるほど、はい、ちょっとフリックアップ、まあ一応用意スタートの、用意スタートでも、はい、50秒の、まあ、ストップウォッシュというか、はい、タイマーを押していただいて、まあ、鳴ったとこまでのカウント数で、なるほど、OK、はい、10秒のストップウォッチを相方が押しながらクリックもするってことね、そういうことね、OK、はい、です、最初の10秒のカウントをちゃんと押さないといけないね、そうですね、最初のの、はい、そう、じゃあどうします、一回どうします、結果こっちに来ないと、岩田さんのループが見えないとか分かるから、こっちに来ない、カウント私と、あと荒牧さんのせいでちょっとタイマーね、
すみません、あの私のスマートフォンの IV かもしれないので。来てるよね。はい、OK、OK、OK。酔えましたとかね。酔えました、酔えました。アラーム。アラームじゃねえや、ごめんなさい。アラームじゃねえ。はい、まあ、ピピピって鳴るようにしないと見逃すからね。そうですね。はい、はい、はい。だから、高見くんのスピードが出ない。いや、高見くんはね、マジ、気づけ。あれはマジで。やっとまあいいや。あの俺もういつかトーヤ君のフォワードパスをどっかで出してほしい。ああはいはいはい、世界一速いフォワードパス、世界一速い、あれマジで速いんだよね、うん、渋谷岩倉どもう同時に行きますか、これ同時でいいじゃん、同時でいいですね、あ、はいはい、まあ用意スタート、用意スタートで、うん、そう、用意スタート勝ちじゃなくてもう用意スタートで、あのもう素で押すような感じで、うん、いきます。 OK です、はい、わかりました。カメラ入ってるかな、カメラですね、荒牧さん大丈夫です、はい、OK、はい、で、不正がないかはなんとなくあのカメラの皆さんの方にいる皆さんさん見ておいていただきたいな、ね、やっぱりね、あの余裕すかりないの人が不正なんてするはずねえよな、本当だよ何としても勝てよしよし、じゃあ俺はいつでもできるぜ、じゃあやっぱりじゃあ俺先行でいきましょう、 OK、うん、ちょっと待って、はい、あのカメラのスイッチのモードだけ戻してくれ、今あの空気を映してるから、あ、確かに大丈夫ですか、ね、はい OK、 じゃあ岡田さん戻っていただいて、はい、はい、ということで、はい、まあ、カウントする側ともですね、ヨーヨーマンシップに乗っ取って、はい、はい、この、はい、この向きで大丈夫、オッケーです、オッケーです、はい、よしよし、はい、いきますか、はい、はい、じゃあ、3,2,1 スタートでいきますか、木戸さんと僕一緒に、あ、多分一緒にやると、私はあの多分動機ずれるから、伊藤さんお願いします、あ、木戸さん、あ、木戸さん、いやいや、あ、あ、伊藤ちゃんが言ったやつで、あのどうせこっちもあの木戸さんと押すから、あの実際ラグがあっても10秒は一緒ってことで、そうそう、はい、OK です、じゃあ、3、で一応 3,2,1スタートでも、スの時にもポチッと感じで、はい、終わりました、はい、では10秒、10秒間全力インサイドループ対決1本目いきます、 3,2,1 スタート、はい、終了なるほど、はい、なるほどなるほどなるほど、なるほど、そして電池切れ、電池がやばい音がしてるねイヤホンの収録が思ったより長くなったから、ちょっと待ってね、うん、今ねあのああですです、今ですね木戸のイヤホンが電池に切れました、ああなるほどこの場合どうしようかな、岡田さん聞こえてるんですよ、今は聞こえてる、じゃあ大丈夫、じゃあ大丈夫、はい、あの何でなくの感じでいきますよし、え、じゃあ逆にあの俺が 3,2,1 スタートっていうことね、言わないと木戸さんには今何も聞こえてないから、確かに確かに、一応じゃあさっき の、 あのやつ数字はお互いあの記録しておいて、あ、先、あ、まだまだ見せない、もう見せていい、どっち、まだ見せないでいきます、 OKOKOK、 はい、はい、3,2,1 スタートで開始ね、 3,2,1 スタートってことですね、 OKOKOK、 うん、よし、久々だこういうゲーム、スタートをスの字の段階でもうスね、 OKOKOK、 もうはい OK ですね、はい、こっちは10秒 OK です、同時に押してるって感じですね、うん、こっち10秒 OK です、いやこれど難しいな、え、今回は僕が言えばいいですか、あ、俺が言います、あ、OKOKOK、 合わせてで、はい、あの、木戸さんが今、あの何も聞こえていないので、そう、私の方が何も入っていないので僕が行きます、今、出番食らってるから、うん、OK かな、伊藤ちゃん、準備 OK、 全然 OK、 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 それでは、参りましょう、じゃあ、ループ、ループマッハ2回戦3,2,1スタート、やべ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 、頑張れ、はい、終了、おーい、はぁ全然いけなかったな、怖いよ怖いよ緊張した
ゃあ、まず、タイマーが。一回席戻るか。一回席戻る。一回席戻るか。木戸さん何も聞こえてないし。そう。木戸さん何も聞こえてない。そう、俺今何も聞こえてない。木戸さん何も聞こえてない。ということで、でも、俺も遅から早からの命なわけよ。確かに。こうして。ちょっと、大丈夫ですか？あ、聞こえた聞こえた聞こえた、すごい。オッケー。はい、はい、それでは1回戦の数字から。はい、そうですね。じゃあ1回戦、じゃあまず、はい、岩倉店から数いって、はい、に対して渋谷店何回でどっちが勝ちでいきましょうか、はい、じゃあまず1本目、はい、1本目、はい、岩倉店、僕の数字が40回です。で、こっちがアルチュンが30回。ああ、ね、素晴らしい。すごいな。素晴らしい。いや、早かった。はい、結構尋常じゃないぐらい早かった。結構がね、ちょっと頑張った。えげつい速さだった。今日、今回頑張りました。はい、じゃあ、続いて2回戦の、はい、はい、2回戦の木戸さんの数字。はい。はい、31回。はい。おということで、で、じゃあ2回戦目、僕の数字はあるちゅん。27回。あ、でも結構、うん、意外と迫ってる、ね、意外と迫ってる。1回だけちょっと自信ないところがあって、26かもしんない。いやいやいや、まあまあまあ、まあ、じゃあ26で。26で、はい、うん、いいよ、まあ、そんなと、ね、ということで2本目は木戸慎也の、はい、ということで、はい、もう合計値とも、はい、岩倉店の勝利が、イエーイ、3本勝負でしたっけ。そうですね、でも、まあ、これってあれでしょ、3本目に勝ったらなんとかじゃないの、うん、まあ、ね、3本目に勝ったら100ポイント、うん、そうなんですよ、うん、今までの勝負結構ね、1本目これなんだも時間かかって、はい、リサイド力ももういきなり体を動かして、多分みんな結構10秒でも辛かったと思うんですけど、なんとですね、そう、どちらもですね、1本取っても1本なんですよ。ということで、1本ですよ、はい、なんだ最後の勝負、はい、3本目、はい、じゃあ行きましょう。じゃあ最後の対決、3本目はこちら、地獄のチームプレートリックバトル。イエーイ、イエーイ。地獄何内容は全く分からない。タイトルからピンとこないんだけど。はい、ということでですね、動画とかでもね、たびたび紹介している2人で、例えば、はい、例えばアルチュンの投げて、僕が意味なくてトラピーズするとか、そういう、はい、チームプレーの、トリックを紹介しているんですけども、今回地獄しようとしましてですね、地獄しよう、はい、投げる人と、例えば、まあ、こう右利きの場合、右手側の動きです、うんうん、で左手側やる人、うん、ね、左手側の人はただ指を出すだけだったんですが、今回目隠しをしてもらいます。あ、なるほど、目隠し、ヨーヨー持たない側が目隠しをするってこと、はい、はい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 、でトリックを決め成功させると、うん、はい、でですね、これ最後もう最後ワントリック、うん、でいきたいと思います。最後ワントリック、巻いた、そう、巻いた結果、はい、はい、もう一発勝負ってこと、ね、一発勝負ってこと、1トリックだけ勝負ってことね。1トリックだけです、うん、で、はい、そのトリック一応3回まで、はい、あ、なるほど、あの検定受けてらっしゃる方におなじみの回数だと思います。なるほど、うん、はい、そうですね、ということで、我々がですね、挑戦するトリックは、DNA、 なるほどね、チーム DNA の目隠しってことね、はい、はいはいはい、受ける側がね、これやってみようかって言ってちょっと試しで一発やってみたら、これあかんっていうぐらい結構難しかったので、はい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 、はい、なるほど、そうです、投げる方も見えてない人が指を立ててるところに正確にこうひょいって上げないといけないので、あ、で、一応レギュレーションとして、はい、上げた側が一回乗せたのを目隠ししてる人にこう渡してあげるっていうのはダメです。なるほど、あ、そうなん、はい、なるほど、はい、救っていかなきゃいけない方、こういうのはなしってことね、こういうのはなし、はい、下にいるやつをこう相手の指に乗せたりとか、そういう系で何とかしろってことね。そうですね、なるほど、はい、はい、協力が大事と言いながら、多分一番チーム内で喧嘩起きそうな、はい、指から指に渡すんじゃなければいいってこと。そうですね、でもあれ、投げる側も、もう片手しか、投げる手しか使っちゃダメです。おー、で UFO とかで乗せるも
一旦なしにしましょう。あ、なるほど、わかりました。了解です、なるほど、いいでしょう、なるほど、はい、じゃあ難しいな、難しい、それむずない、大丈夫伊藤ちゃん、大丈夫、だ一旦なし、一旦なしじゃあとりあえずやってみましょう、一回やってみようか、うん、一回やってみようか、これマジでちょっと出たとこ勝負って、蓋開けてみないとわからんので、あ、いいですいいですよ、もうループとループで手汗がすごい、いや岡田さんマジ10秒めっちゃ早かったよ、世界記録ペースやったよあれあれ俺押しすぎたんかな、そんなことないと思うけど、私もちょっと一回とお手洗いに、あ、手を洗いに、手を洗いに、目隠しで救いに行くの、見えん、どこにおるかわからんくない、ヨーヨーが、え、渋谷1回だけマイクちょっとミュートにしても大丈夫ですかね、これ、はい大丈夫です、いやでも俺はああするしかないんじゃないっていうのなんとなく見えて、 あるの、はい、アイデアはあるの、アイデアはあります俺、え、アイデアはあります、こうじゃなくて、じゃない、あ、そう、うんうんうん、いや多分ですけど、いやこれ作戦会議したらアウチョンでバレるな、え、今こっちにしてたらバレないんじゃん、あー、いや、まあ、いや口頭じゃないと多分、口頭じゃないと無理なの、はい、大丈夫、その瞬間でできる、あ、瞬間でできるとか、俺はむしろこれしかない気がしてる、これしかない、うん、穴をつく男穴つき男木戸慎也、いやちゃんとまあ片手しか使えないって条件で、うんうんうん、やるんだったらこれじゃないかなって、こうに対してこういく、いや、そういうんだよね、そんな複雑でもない、複雑でもない、全然なんか、いや、まあ、とりあえず一旦これしかなくないっていうのをやります、わかりました、じゃあ、はい、委ねよう、まあ3回あるから、まあまあまあ、チャンス3回あるから、3トライあるからね、うん、委ねよう、キドに、あ、伊藤さん帰ってきた、うん、はい、マイクオンにしてもらって、はい、これで、はい、大丈夫です、はい、じゃあこっちもね、画面を切り替えますんで、これ使ったらあのバンされるとかない、大丈夫、はい、これ使ったらバンされるとかなさそう、はいはい、それでは、じゃあ渋谷店はですね、はい、とりあえず、荒牧さんがあのじゃあこっちか、あれですね、目隠し役を、なるほど、 OK、 OK、 はい、あ、じゃあこれ挑戦は同時って感じですか、相手の挑戦は見ない、はい、相手の挑戦は見ない、交互にやる、それとも同時にやる、交互に、交互にしましょう、なるほど、なるほど、じゃあ相手のやり方を見て、そのやり方があるのかってなってもいいわけね、あー、なるほど、なるほど、そう、自動に置くですね、そう、だから聞いたのよ、それがいいのかなと思って、まあ、一応今ポイント僕ら有利なんで、まあまあいい、見させてもらいましょうか、ちょっと見させてもらいましょうか、じゃあそういう、じゃあ俺らにヒント、え、じゃあファンでくれるってことで先やってもらえるんですか、じゃあと、あ、それでも別にいいけど、いいよ、うん、じゃあすみませんが、すみませんお願いします、いいよいいよ、じゃあやろうか、いいよ、うん、じゃあ見たいです、いや、俺はちなみに何か全然分かってない、じゃあ2回目いこうか、はい、というわけで、岡田さんにはセンターのね、はい、テープのところ立ってもらって、低気になってもらいます、 OK、 ポップの低気になってもらいます、はい、何も見えん、じゃあ小川さん、はい、人差し指はへその位置ぐらいの高さに立てて、で、一応まあ、真っすぐ立ててもらおうかな、できるだけ膝ついてもらおう、膝ついて、そうそう、低ければ低いで、こうしてもらおうかな、お俺今、本気痛いあ、右手でも、右手でも、別に右手でもいいです、右手でもいい、はい、右手でもいい、そうそう、実は僕、左手で今ね、痛めてるんでちょっと筋トレでいいですよ、はい、それじゃあ、いきます、1回目のトライ、はい、お願いします、いきます、いや、回転足んないぞ、スリープ足んないぞ、スリープ足んないぞ、あれは止まっちゃうぞ、あー、惜しい、何があったかも分かってないけど惜しい、はい、はい、そのまま2回3回と落ちちゃう感じですか、あ、もう、じゃあいいっすよいいっすよ、それでいきましょう、わかりました、はい、じゃあ2回目の挑戦ですよね、岩倉さん、はい、調整してください、ぜひ、はい、はい、もうちょっと全然下がってもらおうか、なんかもう下に、下に完全にしてる、あ、そう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 、はい、はい、楽だな片手しか使っちゃいけないんですよね、そうです、はい、わかりました、片手のもようを投げる手しか使っちゃダメです、はい、いけます、はい、はい、で2回目の挑戦お願いします、はい、2回目、はい、
いやー、おっ、あー、惜しい。全然何が起こってるのか分からん。ふわふわしてる感じしようかな。あ、でも、あの、お塚さん、あの、すげえおもろいっす。大丈夫？大丈夫？絵になってる？美味しいです。あ、よかったよかった。よし。じゃあ、3回目いきます。俺、できることなさすぎてやばいな。指先が近いので、近いので。はい。いきます。来た。そうなんですよ、ここでーですよ、そうなんですよ、岩倉霊式で書いてる。あー、惜しい。しゃあ、もう全然わからん。全然わからん。はい、というわけで3回の失敗です。わからん、惜しかったのかもわからん。さあ、これ以外でむずいっすよね、これ。これ以外で何をするのかですね。そういうことですね。じゃあ、はい、こっちは、あの、荒牧さん、あの、椅子座っ、あ、一回、まだ大丈夫ですよ。椅子座っ、え、俺、わからんまま終わり。あれですよ、携帯でわかる。もう、わかるやって、右手でいいかな。右手だと、うん、あの、あ、まだ目隠し大丈夫、まだ大丈夫。こうじゃなくて、こっちにしましょうか。そうですね。ああ、で、もうちょっとだけ、こう上げて、そうです。で、ヨーヨーが乗ったら、この親指を少し浮かせてもらっていい？あの、はい、もうこの、ここに紐を乗せたい。そこで、はい、なるほどね。スラックじゃなくて、ちゃんとね、勢いのラスレーションじゃなくて、止めるスラックでやる感じで、ね。こういうタイプですね。はい。じゃあ、1回目のチャレンジどうぞ。うわ、これ怖いね。いきます。あー、でもそうなのか、やっぱこれぐらいになるのか。そっちスローなんだ。伊藤ちゃんいつもそっちだよね。あ、でもすごい。あ、うまい。あ、うまい。あ、でもうまい。あ、おー、できてる。おー、すごい。ブラボー！すごい！すごい！できた。おめでとうございます。すごい。ゼロ？何なの？これ何が起こってるか分からんやろ。俺そのまんま終わったから。しかも、うん、今、うん、画面止まってるっす。そう。今アルチュンが目隠しを外そうとしてるところで画面が止まってる。あらら。ちょっと画面直して、画面。あ、戻ってきた。戻ってきた。はい。すいませんでした。失礼しました。大事なところで止まりましたね。でも成功は取れてた。すごい。成功した。あ、取れた。成功取れてた。バッチリ。すごい。いやー、よかった。すごい。いや、もう本当、やっとね、そう、チャット見ました。ありがとうございます。もう、そう、一発ですよ、もう、さすが。すごいな。いや、もうね、もうなんか、たくさん、どんだけ長いストリングでね、やりましたって思うね。けど、やっぱ。いやー、言ってきたねー。いや、無力だったな、私。いやー、無力だな。決めた方がいいですね。すごい、伊藤ちゃん。SJ の予選構成ぶっ飛びまくりでしたけど、素晴らしい。素晴らしい。ありがとうございます。というわけで、これ勝敗どうなんですか。どうなんの？支配人。そうですね。なんとですね、最終バトルはですね、得点倍のドンだったので、後付けやばいな。そういうの後付けのやばいな。違いますよ。やっぱ。でも定番じゃないですか。いや、定番だけど、定番の場合って結構先付けやから。そうやな。後からあれは倍でしたわ、なかなか出ない。あと1個、皆さんと、あとちょっと、皆さんちょっとごめんなさいなんですけど、うん、マジで俺もちょっとごめんなさい、一発で行くと思わなくて、うん、当初はちょっと1回ダメで、ちょっとベンチと俺交代しようと思ってたんですよ。そうなんだ。控え要員がいるのに。そう、控えすげえずっと暇そうに待っててくれてるんで、うん、ちょっと一旦控え呼んでもいいですか、今。あ、はい、わかりました。じゃあ、ちょっとベンチから、ちょっ
来てもらって。ずっとね。ずっと控えで、ずっともう温め、ずっといつでも出れるように準備してくれてた野口春人くん。マジ控え、控えでいたのに、これ出番やばいな。控えしかもあれだよね、配信始まってすぐぐらいもうガチャってきたよね。2時間ぐらいに。控えっていうか、まあ、ちょっとね、来ても、控えだけのために来たわけじゃないです。まあ、そうであることを願いたい。ハルタマジこのためだけだったらマジでかわいそう。そんなことはない。そんなことはマジで言ってないんだけど、このままだとあれなので、ちょっとごめんね、音聞こえなくて、マイクのね。無音だ、今無音だわ。確かに。じゃあなんかちょっとヨーヨーやろうか、じゃあ最後ね。そうだ。あと3分だからね。さあというわけで、まあね、ハルトのパフォーマンスをご覧いただきながらということで、ね、今回の勝負の結果、1本目岩倉店の勝利、はい、2本目岩倉店の勝利、はい、3本目ですね、当初の想定で3本目はポイント倍でドーンみたいな、じゃあ逆転できないな、それな。だったので、ポイント倍になって同点です。2ポイントということで、うん、2対2の引き分けです。まあいいでしょう。しょうがない。しょうがない。もう全て支配の最後ね。最後はもう、デスゲームのマスターの言う通り。マスターの言う通り。俺たちの経験もない。違うんですよ。決めたし。違うんですよ。だってそっちフルメンバーじゃないじゃないですか。こっちもフルメンバーじゃないし。まあ、言ったら勝負事って言ったら多分そっち岩倉霊が出てくるんですよ毎回。そうですね。その岩倉霊がいない、もう 100% の 100% じゃない岩倉天倒しても、ね、いや、ま、別に勝利本数は負けてるから。そうや、本数は負けてる。勝利本数は負けてるから。そうやな。それはね、もう3勝0敗の時に言うセリフ。絶対にさせないけどね。そう、配信聞いていいよ。そう。ということで、ハルト君、ちょっとね、音を聞きに戻りました。はい、ということで、ね。音を聞きに戻りました。そっか、イヤホンでパソコンで聞いてる。聞いてたから。なるほどね。はいはいはい、しかも多分ね、ハルト遅延があるからね、ちょっと、確かに、20秒ぐらいですね。はい、前の対応ということでね、まあ、すみませんね、ちょっと今回僕が持ち込みっていうことだったんですけれども、うん、本当にぶってるショットやってみたかった、うん、あるんですけど、でもなんか遠隔で対決はできると。あ、ね、そうね、あ、そうですね、そうですね、まあ、はい、そうですね、発見になりましたね、そうですね、まあまあもちろんできればね、直接ね、僕らがもう勝ち込みに行って勝ち込みに揉みを出せと。まあまあただ、兄さん、こういう勝負ごとそんな強くない。そうやな。だからこそです。だからこそ入れてくるメンバー。なるほど、ね、うち先方が多分一番強いから。先方が一番強いな。先方が一番強 い。そっちもね、ヤマトとカオルとかね。ああ、そうですね。そう、もうヨーヨークラブメンバー連れてきてくれないと。うん、高見君とか来たら終わりよ。マハ、ループマッハとか。ループマッハちょっときついな。ループマッハは、でも、岡田さんすごくいい勝負すると思う。ああ、そう。やっぱ。じゃあ、うん、ぜひぜひ今度ね、うちのね、隠し生バリアブル 2A インストラクターの。バリアブル 2A インストラクター。インストラクター、かっこ 2A 以外も結構たくさんできますので、うん。バリアブルっていうか、バリアフリーというか。はい、マルチタレントですね。はい、マルチタレントで、ということでね、まあでも本当に1回目ちょっと、今回は2人、2on2 だったんですけどもね、うん、また別メンバーでね、今回ベンチを温めてか、このね、男もちゃんとフィールドにピッチに立ってもらおうと、はい、次岩倉が来たら3対3になるからね、これで。確かに、ああ確かに、ってことはレイ君に当たるのハルトで。今後あっちがおふかされる。なるほど、先方。なるほどね。気持ちでもダメだよ、もう勝つに行かなきゃ。もう最後一発で最後勝ったから、気が大きい、決めたから気がでかい。だって負けて本当にすいませんでしたで終わるのも、なんかそれはそれでちょっと、まあね、うん、もうちゃんと平和にね、うん、一矢報いたからね。そうですね、そう。いや、よくやった、よくやりました、素晴らしい。ちゃんとまとまりました。その勝利でね、この勝負もちゃんとまとまりました、はい、そう、これで2対2ということが、はい、言う筋ができたから。決着つけれるからね、次で。そう決着がついたなっていう風になったから、よかった、よかった。そう、本当にこう建前をちゃんとこう作った上で、
エンディングを迎えられるのは非常にありがたく。しかもね、今日マックス270人とか見てくれてたから、ね、あ、すごい、すごいよ。いやー、もうありがとうございます。本当にもう、またね、あのでもね、またあのヨーヨーの日とかじゃなくてね、なんかタイミングで、ね、あの見てこういう対決企画ができればなと思いますので、でね、皆様も今後もお楽しみにくださいと、はい、ということでございまして、3本勝負、お送りしてまいりましたが。まあ、いかがっていう話はさっきしてたんだという、ね、今してたわっていう話でもここまで見てた方は全員高評価をしてください。そうですね、高評価と、そうですね、はい、チャンネル登録と、はいとはいはい、あとあのこういう感じのこともやりますけど、あのそこそこちゃんとした生放送もやることありますし、うん、あのいろんな動画を出しているので、はい、ぜひ、あのいろんな動画を見てください。そして評価してください。そうですね、はい、これが面白かったって人はもう迷わずに全部見てください、はい、でも何かって思った人も一通り見て判断してください。よろしくお願いします。お願いします。はい、でなんかこういうのあったらいいなとかあったら全然お気軽にコメントを、あ、そうですね、はい、はい、その見てる動画につけていただければと思うのでよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、さあということでもうエンディングもね21時なんですけども、ちなみにですねざっくり聞きます、渋谷店岩倉店何か告知等ございますでしょうか。大丈夫ですか。告知大丈夫。C3 ヨーヨーバック写真館やってます。やってます、はい、はい、あの皆さん あのお持ちの C3 ヨーヨーデザインのヨーヨー、きっと皆さん1個以上持っているんじゃないかなと思います、うんうん、なのでぜひですね、その1個でもいいです。それをなんかバッグとかで持ち運んでる姿でもいいです。あなたの C3 ヨーヨーでいっぱいにしたバッグの写真を SNS とかでアップしていただけると、とっても嬉しいです。例年 C3 がもうこれでしか手に入らないヨーヨー商品出したりとか、今回もそうとはちょっとわからないんですけど、うん、毎回これでしか手に入らないようなヨーヨーとか商品に出してくれたりするので、うん、ぜひですね投稿するだけただなので、C3 ヨーマイ C3 ヨーヨーバック2024ってハッシュタグつけてもらって投稿していただけると嬉しいです。よろしくお願いします、うん、はい、お願いします。お願いします。そうですね、で次リワイド TV が10日です。はい、4月10日、はい、来週水曜日です。そうですね、10日に、はい、なんか商品出るんじゃないかなと思ってます。よろしくお願いします。お願いします。はい、よろしくお願いします。渋谷店は、一応4月にヨーヨークラブ、ワンスロー、実施予定ですが、はい、ちょっとまだ詳しい日程未定なんですので、決まりましたらまた X 等でお知らせいたします。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、というわけで、ちょっと後半マジ駆け足でしたけども、はい、お送りしてまいりました、3本勝負、いかがだったでしょうか、アーカイブは消されないよね、大丈夫だよね、まあ、血流してないから大丈夫かな。そうですね、そうそう、勝負と言いながらも、まあ、ただおじさんたちが遊ぶ4月4日でした。ありがとうございます。非常に安全な対決です。そうですね、安全な平和な平和な戦いでした。はい、はい、ということで、ではでは、いつもリワインド TV どんな感じで締めてましたっけ。それではまたさよならで終わってる、うん、あ、わかりました。はい、では次、配信で会えるのはリワインド TV ですね、岩倉の2人にお会いできると思いますので、はい、その時もよろしくお願いします。はい、ではでは本日ご覧いただきましてありがとうございました。お送りしたのはリワインド渋谷店伊藤と荒牧とリワインド岩倉店の木戸と岡田と、なんで今、ハルトが言おうとしたのに、渋谷店の野口ハルトくんです。はい、木戸が上げるから、ハルトもありますので、はい、皆さんよろしくお願いします。SG も出てました。ごめんね、ハルト。ごめんよ。今度は勝負しようね。はい、ということで皆さんありがとうございました。はい、ではまた次の配信でお会いしましょう。さよなら。さよなら。ちょうどマイクの電池が切れた。さよなら。